はい、皆さんこんにちは、榊敦史です。20日、11時25分頃ですね、今ね、今日はね、11時前には入ってましたよ。早い。ちょっとね、朝用事があってね、家族の用事があって、ちょっとだけ早く起きたんですかね。で、済ましてやってきたんですけど、で地下鉄のあれですね、乗ってる人をずっと見渡したんですけど、マスクしてない人は10人に1人未満ですね。たまに見かける、たまにって、まあ今日は2人見ましたけどまあまあそのレベルでございます。で、世の中どうなってるのかと思って毎日毎日ですね、スマホのニュース見ながら来るんですけども、まあまあ皆さんもね、ご覧になってるんでわかるでしょうけど、まあいろんなニュースありますけども、この国際関係、私の場合この国際関係というか、まあ国際政治みたいなものが、まあ、好きでございまして、まあ学生の時にね、外交史という分野のゼミに入ってたもんですから、それ以来というか、まあもともと好きなんですけど、前々言ってますように、この2020年というのはもう大きな年ですね。後に多分コロナイヤーと言われる年になると思うんですけど、このコロナイヤーでですね、世界史は大きく分岐するというふうに私いつも言ってますけど、まず中国という国がですね、1990年からですね、実際には1984年ぐらいの改革開放ってあるんですけど、90年かな、89年でしたっけね、天安門事件ってございまして、ね、そこで一旦こう止まるんですけども、その後ウイッと伸びてきまして、2010年には日本の GDP を追い越しました。日本その当時世界第2位でございましたから、2010年に追い越されて以来10年間中国はナンバー2ですね、世界のナンバー2の経済大国になって、それってみんなヨーロッパの国々がですね、中国詣をしました。メルケルさんなんてもう何回行ってはんのっていう世界に、日本には来てへんのにね、中国ばっかり行ってはったという、もう世界は中国にわーっとなびいてたんですけども、習近平さん、就任されたのが2012年でしたかね、安倍さんの1年前やったのに気にしますけど、そこでですね、習近平さんになってからかなり対外的には強硬な外交政策を取られてですね、いろんな軋轢が生まれつつあってです、ありました。でトランプさんが就任されたのが2016年に就任されて以来ですね、中国については割合厳しい政策を取られました。それまでオバマという人が、ね、大統領だったんですけど、これ融和的というか甘え返しすぎという政策を取ってましてですね、その時の副大統領がバイデンさんですね、この方はほとんどパンダハガーって言われますけど、まあ、中国に籠絡されているというふうに言われています。まあ今はそういうカラーをね、払拭しようと躍起になってありますけど、でトランプさんになってからですね、だん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 中国なし厳しくなってきてですね、2018年かやったかな、ペンス副大統領の演説があります、有名な。それで一気にですね、こう中国抑え込みということに舵を切られたわけですね、アメリカの政策が。で去年はですね、厳しい貿易交渉をやって、今年の1月に妥結はしたんですけども、1月15日調印でしたかね。でその後このコロナになってしまったということでですね、トランプさんがもう激しくこう批判をしています。習近平君とは相当ないぐらいの、全ての関係を断つカットオフって言うんですけど、ね、英語ではね、日本語に直しますと断交ということになりますけど、考えてもええんやでぐらいのことを言うてますよね。まあ言葉は激しいです、ものすごい激しいです。一国の大統領としてはかなり品がないですけど、もともとトランプさん品ないですからねまあ品を求めたらあかんということです。でこういう批判に対してですね、まあ中国もあらゆるそのいろんなね、まあ、まず報道とか外務省の報道官とかありますし、あとメディアですね、対外的には環球時報というのがあるんですけど、北京の人民日報のこう外国版みたいな、外国向け版みたいな、僕出たことあるんですよここにいらっしゃったんですよ、人民日報の記者が。
まあそれはええんですけど、環球時報というようなところが対外的なこう報道を行うんですけども、まあトランプさんのいろんなさまざまなこの言動に対してですね、割と反発をしてるわけですね。ナンセンスだと言うたりしてます。まあ言ってみればその認めてないということで、トランプさんの批判を、それに対して私らは一切引かへんでというポーズは見せています。中国のメディアの報道というのはですね、政権の意向を反映されないものはほぼないわけでございまして、特に環球時報なんては政権に近いわけですね。で、まあ一歩も引いていないなという印象でございます。まあ、ところが去年のね、貿易交渉について合意をした、第一次合意というのをしたんですけども、それはもうね、中国譲歩しまくりなんですよ。譲歩しまくりで、こんなんよう結んだなというような内容でございます。それをね、まだ実行に移すのが今頃なんですけども、この騒ぎでね、あんまり移されてないというふうに思います。で今はですね、WHO という、昨日もちょっと話題にしましたけども、世界保健機関と訳されますね、そこの運営をめぐってですね、アメリカが厳しくこう WHO を中国寄りだというふうに批判をしております。それに対して中国は反発しているという状態で、かなりですね、この米中に共感をカン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 やってるんですよ、言論の世界で今のところね。でこれがどうなるのかと、今後どうなるのかということなんですけど、これ収まるこう落ち着きどころが見えないというのが、あれですね、今言えることですね。ここで収まるんちゃうのとかっていうのは見えないですね、というよりむしろ深まる。つまりこれからですね、そのまあ日本はねもうほぼ落ち着きましたけどアメリカはまだ 2,3 ヶ月かけて、どう言いましょうね、落ち着かせるということになろうかと思います。当面危機は続くわけですね。でただ 2,3 ヶ月経ってますと、アメリカの大統領選挙って佳境に入ってきます。11月が投票ですからね、今から3ヶ月後って8月ですか、夏、まあ、秋になるともうそれ一色になるわけですけど、それに向かって、ね、トランプさんは再選戦略というのを描くんですけども、こんな騒ぎになったのは中国が悪いんやというふうに主張してるんですけど、それをなおさら強めていってですね、その、まあ、従来私も言ってます通り、その外に敵を作った方がいろいろ主張はしやすいわけですね。自分の責任も回避できますから、それでガン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 やってくんだと思うんですけども、そうなると先もしました通り、この先ね、こう対立が深まれどもですね、解消する、落ち着く、解消するとい う, こう路線が見えないですね。中国が責任を認めて賠償しますとかって言うわけないやん言うわけないでしょ。そんなことしたら天文学的な数字になりますからね。で落ち着きどころがないし、どうなりすんのというなるんですけど、まあどこかでね、こうなんていうか道筋をつけなあかんわけですけど、今はなんか話し合いという雰囲気は全くないですし、まあ唯一あるかなと思えるのは貿易交渉ですね。貿易協定で著しくアメリカに有利な、まあ、第二次協定みたいなのを結んでしまうと。そうなるとですね、トランプさんは買った買ったって、俺言うこと聞かしたっていうふうに言えますんで、どう言いましょうね、の矛を収めることができるわけですけど、まあ、で中国というのは便利な国でございましてですね、国内のメディアは全部政府というか政権側の意向を反映せなあかんわけだって、不都合な報道って抑え込めるわけなんですよ。だからですね、その国内的にはですね、不利な協定を結んでも、いや俺たちにとってはほんま不利ちゃうねんみたいなことを言い募ればですね、まあなんとか抑えられると、まあそこに行くしかないんちゃうかな。でもそれもね、あんまりリアリティのない話で、習近平さんがね、そのどう言いましょうね、そんな不利な協定を結んでアメリカに譲歩したらね、今度は自分が持たないんですよね、中で非常にね、権力闘争の激しい国なので、僕らは見えてませんけども、むっちゃくちゃやってるんですね、内部で。習近平さんにね、恨みを持ってる人いっぱいいるんです、実は。
あの反腐敗運動とか言うてですね、あのいっぱいその捕まえたでしょ、あれ全部性的なんですよ。でもう向こうはね、家族一族老頭とも罪をかぶりますんで、それはそれはもういろんな人が失脚して、地位を失って財産を失ってって、の恨んでる人もいっぱいいるわけなんで、そういう方々がこううごめいてまでウィーッと出てきて、習近平さんの足をやっと掴んでギャーッと引っ張られる可能性もあるわけで、だから そんなにその対外情報もできないという国内事情がございます。そうしたらどないなんの見えへんやんこれということになりますね。まあそこがね、あのウイルスを抑えるのにその絶対主義国家専制主義の方が優れてるんやとかで言うてはりますけど、あの対外政策が縛られるっていうのは専制主義のまたあのいけないところですよね。民主主義国家やったらね、あかんねんこれほんまにとか言って、これ譲歩せなあかんねん、まあ、頼むわっつってで譲歩してしまって後で、まあ、ほんだもんやめるわ俺で総理大臣なんかやってられへんとか言ってやめられへんだけの話なんですけど、実に、まあ、あの専制国家に比べる平和なお話で、やめた総理大臣がねその牢屋に入るということも日本ではほぼないですから、ほぼないですからね、1回だけありましたけど2回あったかな。まあまあ、お隣みたいにね、必ずこう牢屋につながれて懲役15年とかって言われるとかね、そういうことはないんで、まあ、やめるやめるって言って、やめたらいいだけの話なんですね。まあ、それはそれでいいんですけども、この対立構造のね、緩和のね、道筋が見えないと、また辛いもんですよ、これ、ほんまに。で、日本はその狭間にいるわけでしょ。地政学的には狭間にいるんですよ。しかも中国にはだいぶ寄ってるでしょ、地理的には。ハワイの沖にあったらよかったのにと思って、いつも思うんですけどね。だったらかなり平和やったらと思うんですけど。それかハワイぐらいに日本があると一番平和なんちゃうかなと思うんですけど。まあね、しょうがなくここにあるわけであって、中国とは付き合わざるを得ないという情勢でして。これね、見通せません。さっき言ったようなね、中国の情報があればね、いいんですけど、まあありそうなんはね、そのコロナも収まってね、時間に3年時間が経ったら、昔はあんなこと言うてたなと言えるように、こう時間が解決してくれるというところは多少期待はできるんですけど、でもあの両国ってね、対立点いっぱいありますからねそれがね、次から次へとね出てくる可能性があるわけなんですよね。コロナが出てこなくたっても貿易の対立の第2ラウンドがありましたからね、もうコロナ出てきたらもうむちゃくちゃやんっていう世界で、まあそういうことでございまして、日本はね遠目こう見ながらね、ね苦労すると。まあいつも言ってます通り、どっちにつくって言われたら絶対アメリカなんですよね。それ以外の選択肢ないんですけど、まあそう、こういう私の意見に賛成してくれる日本人はどうでしょうね、 53% ぐらいと言いますかそんなにだから圧倒的多数ではないということです。はい、といういつもの話題でございました。皆さんどうもありがとうございます。